はい、ハロフジと申します。今回からやっていくソフトは大乱闘スマッシュブラザーズ 4Wii U とスマブラ Wii U やっていきたいと思います。まあスマブラの、まあ久しぶり、何年ぶりだろう、4年5年ぶりに出た新作ですね。で、まあとりあえず新モード8人乱闘が増えまして、まあ、あとはワールドスマッシュっていうのはスゴロク調のゲームと、まあ、いろんな遊びにね、ちょっと増えたり、まあ、ストーリーモードみたいなものはなくなりましたね。で、じゃあ今回は、まあ、パート1は8人なんとちょっとやっていきたいと思います。よし、とりあえずね、ミーがいるんで、使っていこうと、まあ、僕のね、パートナーになるべく、いる、ちょっと、触れるか。よし、マルスのアミーボと。レベルは15ですね。と、あとランダムでいいのかな。よいしょ。で、8人と。タイム制じゃなくて、そうだね、ストック制でやろう。まあ、4くらいにしようかな。これはダメだ。ステージはまあ、選んでと。まあ、ランダムでもいいけど、まあいいか。で、まあ、アミーボと、そう、チーム組みたいけど、まあ、今回は全員敵でやっていこう。まあ、はちゃめちゃなんでね、8人と。そこもだいぶ面白いんですよね。お任せで。なるほど、そこね。このステージはやったことないな。初期の、あ、ドンキーコングか、これ。さてと。まず最初に自分の位置がいまいちわかんないんだよね。これすごいな。 みんながどう戦うかっていうことだよね。だって俺はアミーボとあんまり戦いたくはないな。そう。 上危険だよな。ここは戦いにくい。 ここは戦いにくいな。落ちるよね。誰だ、誰が持ってるの、あれ誰、マルスくんじゃない？ やばい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 。こいつやばい。ああ マルスー。マルスも。戦うとしたらどこがいいんだろう。上もなんか邪魔だよね。あっ、くそ。ギミックにやられるな。危ない危ない。おお、ああ、ダメか、行かないか。あ、アミーボが強いな。お、ダメか、ああ、危ない危ない。待って、やだ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 。地味。こっち側が強いな。あ、左下取れたらなんか勝ちだよね。あ、危ない危ない。まずいまずい。すごいな。ドンキーのギミックが強いね。これ前からある。危ない危ない危ない。炎強いんだよね。確か22%くらいいくはずなんで。お、ソニックに。ああ、ダメか。ドンキー強いな。痛い。ああ、ちょ。やばい、俺も一気組か。さて、マルスは、一気減っただけか。よしよし。こうなると、ちょっと、わかりにくいな。よし。
よしよしよし。俺撃墜数ないよねこれ多分。これみんななんか自滅っていうかギミックによるダメージとか多いね。自滅も多いな。はいはいはい。あーちょ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 、危ない危ない。うわ、乗せた。ちょっと今生き残ることを考えないと。プレイヤーがね一番早く抜けるっていうのはありえないからね。あマジ、一人抜けたか。あーまずいまずい。あれは当たった。くそー。誰が残ってるんだ。俺2番目に全滅しちゃうか。今んとこどう見てもさマルス優勢だよね。ガノンかマルスか。そうなるね。でもシークはもう勝手にもう限界だよね。もうシークで言うともうギミックに当たったらもう死ぬから、ね、おおお。うん、耐えるな。今全員一気なんで、まあ、展開どうなるかわからないけど。まあガノンかマルスだよね。やっぱみんなあんまり激しくやんない。おおシークなかなか粘りやられたか。おお、あーやっぱ俺が予想した通りの相手か。こうなるとさアミーボにやっぱ買ってもらいたいよね。全然決戦しないけど。おガノンいったか。あどっちがいった。おおおあガノンが勝った。結果的にガノンが勝ったね。だってもうプレイヤーがね解説に回るっていう。さて右下で角をつけて拍手している人が古市さんか。撃墜したっけミーさん。あ、4か。44ね。で、4分20秒間戦い続けたと。誰落とした？マルス1回とガノンとシークとシークか。逆に俺落としたやつ気になるな。これも。よし。じゃあどうしようかな。まだ8、9分くらいか。もう一回やるのはないな。アミーボの育成画面には行きませんと。まあ、アミーボはね終わるごとにデータをね反映しないといけないんで。OK と。これじゃあ8個使ったら8個やらないといけないかな。じゃあ、まあ、前からあるけどスペシャルラントやろう。体力性が面白いんだよね。これが普通の格ゲーだよね。うさぎ。うさぎで見えないっていう。速さカメラ見下ろしってどういうこと？これ気になるな。シュルク。なるほど。確か300までだよね。シュルク。闘技場と。さて、闘技場はどこなんだ。まあ、買ってから、ほんのちょっとだけやっただけなんでね。
あんまりステージもわかんねえ。ああ飛んでる。俺どれなの？俺どれなの？あ、多分これか。あ、おっとおっと。これプレイヤーだけ不利だよね。真ん中でビーム振り回してるのが俺か。こいつ敵だ。見えない。見えない。あ、でもでもでも、まあまあまあ。まあまあまあ。わあ、こいつがマリオか。わあ、アイテムは強い。あれはちょっと、ずるいずるいずるい。すごい減ってきてる。待って、俺どっち？こいつが俺か。これはマリオを潰したいな。こいつが俺。でも、吹っ飛びはまあないよね、さすがに。やばい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 。おっ、マリオが死んだ。とりあえずあいつ逃げよう。あいつから逃げよう。よしよし、これで一騎打ちだな。あ、ガードすれば分かるか。よいしょ。もうジャンプがすごい。おっ、これはこれで勝ったんじゃないかな。まあ、シュルクはね、強キャラなんですよね。だいたいね、コンピューターってやると、シュルクは、お、勝った勝った。強いんでね。与えたダメージはどうやって出るんだろう。とどめか。299と。メタナイト7。7何やってたんだよ。まあこういう感じにね、まあ違った乱闘も楽しめると。まあ、今作のお気に入りはあれですね。スゴロクみたいなやつなんだっけな。もう一応やったんですよね。あれは面白かったですけど、まあ結果ね、ドベでしたね。なんでだろうね。このワールドスマッシュやったんですけど、一回、まあドベでしたね。なんでまあちょっと、次回ちょっと、ワールドスマッシュか、まあ、一人で遊ぶ、なんて言うんだろうな、この4つの、いつか、のモードの何かか、ワールドスマッシュ、まあ、多分ワールドスマッシュをやりたいと思います。じゃあ、今回ね、ここまでにします。